HKT48 チーム1の松岡なつみです。松岡花です。イエイイエーイ。さあ今日は劇場にね、はい、呼び出されまして。呼び出されました。まあまあな朝よ。眠いですね。朝早いよね。すごい早かった。私たちは何で呼び出されたんでしょうか。何なんでしょうか。何ですか。なんか持たされてますけど。いやそうなんです。結構でかいものをこちら持たされていますが。持たされましたね。もう何なんでしょうか。このはい、スペシャルな、スペシャルな新しいグッズの紹介を今日花と二人でしていきたいと思います。やったー。お楽しみに。花、はい、何だと思う。この中身これですよね。こんなちょっと高そうな、しかも大きいですよ。ここに結構高級感のあるサラサラです。何なんでしょうか。ずっとこうやってしたけど見えてるかわかんないですけど、ここにね、名前があるんですよ。私たちのチーム H、 夏美松岡、チーム T2、花松岡。うん、これ捨てられないじゃん、ね、確かに開きますね。でも意外と軽いのよ。意外とえ、これなんかちょっと緊張するね。ね、開けられるかな。開けますね、じゃあ行きますよ。中身はせーの、ねー、おーすごい。え、なんとカフェ写真のレプリカ商品です。やったー、すごい。すごいけどこれ、え、すごくない。素材がね、うん、劇場に実際飾ってあるやつと同じ、はい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 、できてるんですよ。本当は本物です。こりゃもうみんなは欲しくなる。すごいね、お家にだって飾れるんだよ。そうですよ。名前がね、やつもついてたりとか。ねー、すごい。私のやつはこれをなんか近いところにこれつけてきて、私の名前あなたじゃないって。シリアルナンバーっていうのがあって、これをゲットした人の番号が、なるほど、自分だけの番号が、比べてみる。あ、いいですね。本物と、なー、はいはい。食べたかな。ということで、会社の上にやってきました。なんじゃなんと、よかった、あったちゃんと本物。ありがとう。よかった、よかった、ないかと思ったわ、こっちにあったから。すごい。ちょっとさ、お部屋のさ、絵画描くのが恥ずかしいよね。あ、確かに。かわいい、この恥ずかしい。やだ、これ恥ずかしい。やっぱ一緒ですよ。一緒だわ。ねー。サイズも一緒だし。うん。いや、これはいいんじゃないですか。レアですね、やっぱり。うん、T2 分のさ、うん、全員ゲットして。いや、でも T2 推しの人はあるよね。なんか、なんかドラ。はい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 。で、こう。いやー、いいんじゃないですか、これはやっぱり、ね、結構レアな感じがしますよね。私は親戚に配ります。なんで自分で買ってちょっと恥ずかしいです。でもよくない、なんかでもやっぱ、ぜひ皆さんには飾ってほしいですよ、うん、これはよろしくお願いします。ということで、これはですね、なんと、はい、明日から予約開始です。早く来てください。はい、ということで、以上 HKT48 松岡夏美と松岡花でした。バイバーイ。バイバーイ。